どうもこんばんは。ターゲット、ペルソナ、これマーケティングで出てくる言葉なんですが、ターゲットの方は、まあ、大まかに年齢や性別、傾向などを設定するイメージ。で、このターゲットに比べてより深く人物像を設定するのがペルソナなんですが、まあ、簡単に言うと、より具体的にこんな人っていう、こう人物像を設定して、この架空の人物像、ペルソナにめがけて YouTube だったり何かコンテンツを発信するやり方があるんですよね。子供プロダクションチャンネルでございます。というわけで、このペルソナということを考えてみたんですよね。まずは40代後半、男性、割と単独行動多め、 Apple ユーザーであると。で、音楽が好き、ジャズが好きで、まあ、ボビー・ティモンズの作曲のモーニングが大好き、あとショパンも好き、特にレコードが好き、サブカルチャーも好き、よくナイトクラブで遊んでいた、昔クラブで DJ もしていた、ヒップホップからディープハウスまでが好きで、ケニー・ドープが大好き、あとセオ・パリッシュも大好き、あとマイクロフォンページャーのムロさんとか大好き、 MPC でトラックメイクをしていた。でも一番好きなのはイーミューの SP1200 12ビットマシンですね。 DATM はキューベースとエイブルトンのライブ使ってる人。旅行が好き、バックパッカーである、バックパッカーをやっていた、ボディ&ソウルを体験しにニューヨークに行きました、子供の頃夢だったエジプトのピラミッドに行きました、あとベネチアが大好き、というかイタリアが好き、レモンチェロが好き、お酒も大好き、特にウイスキーが大好き、あとベルギービールも大好き、特にトリプル、あとワインはピノが好きですね、酸味の効いた爽やかなコーヒーも大好き、水出しコーヒーが好き、アウトドアが大好きでナイフが大好き、特にバークリバーが大好き、あとトラウトフィッシングを子供の頃からやっている、まあ、小学校の頃からやっている。でもって去年桜マス釣りもデビュー、ファミリーキャンプが大好きで野郎キャンプも大好き、焚き火が好き、葉巻も大好き、あと中学校の頃にスケベを始めて25歳ぐらいまでやってた感じ、オーリーは板7枚ぐらいは普通に飛んでました。で、高校の時にはモトクロスをやってました。上京と同時に一回やめたんだけど、30代後半からエンデューロという形で再開しました。オフロードバイクが大好きです。アキラのバイクも大好きです。まあ、大友克洋さん大好きですね。あとダーティーハリーが好き、まあ、44マグラム、もうガバも実銃撃ったんだけど、やっぱコルトのガバメントが大好き、あとレオンが好き、鉄砲撃ったのはあの海外ですよ、もちろん、あとナタリー・ポートマンが好き、ジェイソン・ステイサムも好き、あと映画インターステラー、あれがあの歴代感動映画1位です。インセプションも大好きです。まあ、基本群もの好きですね。あと立ち技系格闘技大好きです。ブアカーオ、センチャイ、特に大好きですね。ムエタイが好きなんです。あとパナマハットが好きである、サングラスは必須であると。イタリアンクラシコが好きなんですよね。革靴が大好き、まあ、磨いたりするあのシューケアも好きなんですよね、手入れ。あとシャツのアイロンがけも自分でやります。まあ、好きなんですよね。あと肌が弱いんで20代の頃からヒゲ剃ってません、トリミングだけです。あと格好は基本毎日ジャケパンです。これ結局のところ私の趣味の話になっちゃったんですが、まあ、全部ではないにしろこういう人はいると思うんですよね。まあ、全部一致するとは限らないけどっていう意味です。これからもね、こういう人をめがけゆるく発信していきたいと思います。というわけで、また後ほど、さようなら。